1世紀のパレスチナの属州サマリアの地図。サマリアはパレスチナ中央部の地域名で、北にガリラや南にユダヤが接する。おおむねイスラエルの中央地区とテルアビブ地区、及びヨルダン川西岸地区北部に相当する。ヘブライ語では、ショムロン、アラビア語では、アッサマラーと呼ぶが、現在のアラビア語では別名のサバスティーヤで呼ばれることが多い。北イスラエル王国南ユダ王国聖書の列王記によると、サマリアという名前は昔この辺の土地を持っていた地主、ショメルの名前が起源とされる。その後、新しい塔を作るためこの地にあった丘を購入した北イスラエル王のオムリが前の持ち主であったショメルの名前を都市名に使うようになり、その後この辺り周辺が北イスラエル王国の中心地となったため、都市に限らずにこの辺りの地域やもっと広く北イスラエル王国そのものを指すようになった。その後、紀元前1世紀に親、ローマ的だったヘロデ王により都市が整備された際に、アウグストゥスのギリシャ語訳、セバストスにちなみ、セバステと改名され、現在は都市がサバスティーヤと呼ばれるのは、こちらが語源である。現在、西岸地区北部をサマリアと呼ぶことはシオニストに好まれ、彼らはヨルダン川西岸地区をユダヤ・サマリアと呼ぶ。上述のように当初この地方は北イスラエル王国の中心部であったが、紀元前722年北イスラエル王国がアッシリアにより滅ぼされると指導者たちはアッシリアに連れて行かれ、代わりにバビロン、クテ、アワ、ハマテ、セファルワイムからアッシリア帝国からの移住者が入植してきて、アッシリアによりサマリア県が置かれた。あとは、その丘陵土、すなわちエルサレム周辺も一時的にサマリア県に併合された。残された住民とアッシリアからの移住者で、サマリア県に住む人々は、後にサマリア人と呼ばれるようになる。その後、この地の支配者は、アッシリアからバビロニア、そして第三の支配者である、ペルシャ帝国によって、紀元前537年補修者の帰還許可が出始め、その後しばらくして、ペルシャ王の旧次長だったネヘミヤが戻ってきた頃、サマリアの総督に、ホロン人のサンバラテなる人物がついており、ヨセフスのユダヤ古代史第クシー巻8章2節や後に、エルサレム近郊で見つかったパピルスで、紀元前4世紀頃にも同名の人物がサマリアの有力者として出てくることから、彼の一族が代々サマリア総督を務めていた可能性が高いとされる。紀元前4世紀後半のアレクサンドロス大王の時代にサマリアの住人が、アレクサンドロス軍の指揮官の一人アンドロマコスを暗殺する事件が起こり、これを知ったアレクサンドロスは、紀元前331年犯人らを処罰して、マケドニア人をサマリアの町に入植させ、これによりサマリアは内陸部でのヘレニズム文化中心地の一つとなっており、先住民のサマリア人は近隣の都市シケムを拠点とするようになっていた。しかし、サマリアの町は戦略上重要な拠点であったため、ディアドコイ戦争中の紀元前312年、プトレマイオス1世がサマリアを含むコイレ、シリア地方から撤退した際に破壊され、その15年ほど後にもデメトリオス1世に攻め込まれた際に破壊されるなど、幾度も戦火の被害に遭っている。その後サマリアの名前が一時的に記録から出てこなくなるが、紀元前2世紀終わりに支配者であったセレウコス朝の弱体化で独立したユダヤが、サマリアの町やシケムといったサマリア地方を制圧し、紀元前128年と紀元前107年にヨハネ・ヒルカノス1世の侵攻を受け、特に2度目の時は1年近く包囲されて破壊され、放置された。それから40年以上経った紀元前63年に、グナエウス・ポンペイウスが、ハスモナサの内戦に介入して攻め込み、結果的にサマリア地方がハスモナサ、ユダヤ王国から外されて、ローマのシリア属州に組み込まれ、シリア総督のアウルス・ガビニウスの復興事業で、サマリアの町は再建されたが、帝政時代になるとアウグストゥスは、ユダヤの王ヘロデにサマリア地方を与えた。ヘロデはこの時まで王子の繁栄を取り戻すことができなかったサマリアの町に除隊兵と周辺の住民からなる 6,000 人を入植、定住させ、防衛設備などを整えて、かなりの規模で拡大し、自分にこれを与えてくれたアウグストゥスに捧げる神殿を築くと、この再建された都市を彼を称えて、セバステと改名した。ヘロデの死後、サマリア地方は彼の息子のアルケラオスの手に渡ったが、彼が失策をしたためローマは彼を追放し、紀元6年ここを南方の教義のユダヤ地方とイドメア地方と共にユダヤ属州にまとめられ、アグリッパ一世の統治下の一時的な期間を除き、ユダヤ総督の管理下に置かれていた。これ以後は、セプティミウス・セウェルス皇帝の時代にセバステに植民地が築かれた記録が残っているが、ネアポリスが繁栄していく傍らで重要性が低下して、エウセビオスから小さな都市と呼ばれるまでになっていた。ありがとうございます。